境内入口桁神社は、富山県高岡市伏木一宮にある神社。式内社、越中国一宮。旧社各は、県社。所在地の高岡市伏木は、かつて国府や国分寺が存在した、越中国の中心地で、当神社境内にも越中国総者跡の伝承地がある。越中国内で、一宮を称する四社のうちで唯一、所在地名に、 一宮という名号が入っている。社殿によれば、当神社が誕生されたのは、養老元年としているが、日本の神々神社と聖地八北陸では、これに対する傍傷はなく、早々については、諸説あると述べ、以下の説を紹介している。能登国は、養老二年に越前国より分立し、天平十三年に越中国へ合併された後、天平法事元年に、 再び分立しているが、林北郎、伏木一宮桁神社によれば、天平十三年から天平法治元年までの十七年間は、社格から見て、白衣軍の桁大社が前衛中の一宮だったはずであり、従って国府の所在地であった当初に分霊されたのは天平法治元年前後のことであろうとしている。高岡市市では、能登国が越中国に合併されていた。 時代、国史が着任もしくは定期的に参詣しなければ、ならない。国内随一の王こそは、当然に、白衣軍の桁大社であったが、国府から遠すぎるため国府近くに要配所が設けられ、能登国分立後に、独立の神社になったのではないかとしている。越中国式内東急社記には、能登国が越中国から分立した後、能登国の桁大社を勘定して創建されたので、 新桁明神という、と述べられている。この、新桁という名称は、後日の白山古歴にも見える。その他、林北郎、伏木一宮桁神社では、斜岐にある、現象天皇の御代である、養老二年に、京王により創建されたとする伝承を紹介しているが、これは、伊水神社の別当養老寺が解散したことを模した、もので、当神社が養老二年に、 凶器により創建されたとする資料は見当たらない、と述べている。中世諸国一宮製の基礎的研究においても、式内社調査報告書の天平法事元年に、越中国から能登国を分立する際、能登国の桁大社から分娩を勘定したものであろうと、する説が有力であるとの記述を紹介している。千妙政人が著述したものに、 長官元年白山中宮の,の調理流言が支柱を加えて成立したと伝えられる白山古歴には、聖武天皇の御代に越中国から能登国が分立した際、越中国に偶であった三神が一宮になったこと、その後、越中国に新桁が放縮されると、東神社と伊水神社の間に一宮争いが起こり、伊水神社が無力の間に東神社が一宮になった、との記事がある。 延長5年には、縁起式神明帳へ記載され、式内者となった。伏木一宮桁神社では、当神社が正しく、市場に現れたのはこの頃である、と述べている。縁起式神明帳の当中によれば、縁略3年3月3日肖像くらいの深海に、除せられ、縁起8年8月16日官兵に預かったと、される。縁起式神明帳では、 古市中国伊水軍の式内13社を大社1座、小社12座としているが、当神社は、宮内省と書領本や、演技式最古の写本である、九条本で、名神大社と記載されている。しかしながら、出雲本においては、伊水神社が名神大社と記載されている。これについて、一般的に、出雲本はご記とみなされ、現在は、宮内省と書領本や、 九条本を支持して、当神社を名神大社する説が有力となっている、と、日本の神々神社と聖地八北陸では述べている。しかしながら、演技式の名神祭の項には、当神社も伊水神社も記載がない。橋本義雄は、式内社調査報告第17巻で上記に対し、異説を唱えている。それによれば、大友やかもちが、 越中国国史として在勤したのは、ちょうどの都国が越中国に合併されていた時期で、大友やかもちの歌日記のごとき、万葉集の巻十七、巻十八、巻十九には、当時の様子が詳細に歌われているにもかかわらず、越中国国府の間近にあったはずの東神社に関する記述が全く見えないのは、この頃まだ東神社が存在していなかったことを、 暗示ししてていいいるるのではないかと推定しているその上で、当神社が演技式神明朝で、名神大社とされながら、伊水軍式内社13座の最後に配列されているのは、創立年次が最も新しいことを暗示しているのではないか、と推察した。さらに同書では、伊水神社を名神大社とする、出雲本が古い時代の形を止めており、城山古歴にある、 一宮争いの記事などから、本来の名神大社は、伊水神社であったのが、国府に近い当神社が、天平法事元年前後に、桁大社から勘定された後、国府の権力を背景に、名神大社を獲得したのではないか、と推測している。六国史を通覧した際も、同じ永中国の伊水神社や高瀬神社が六度、登場するのに対し、当神社に関する記載は、全くなく、 日本の神々神社と聖地八北陸では不思議な現象と見るべきであろう。と述べている。高岡市史上官においても軽々しく判断はできないと前置きした上で、感情の由来などから考えて、出雲本に従うのが妥当ではないか、と考察している。長屋軍祭末記録には、神事に替えがあったことによりたたり保もうたので、桁神社に死者を使わし中払いを課して、 原池読めるべしとの上略4年6月10日付の神器館総場が記載されている。明治元年に表された一宮神官大江市文書の十大上官由来、周お広所上調には樹英年間の末期、源義仲の陛下によって河岸や社殿が消失したとの伝承が記されている。その後河岸や社殿を再建したが、天文年間に上杉謙信の陛下で、 再び消失し、一社一時になったという。万事元年と、同二年の森山村村役の記録にある、喜び高寺見坊の上進では、王子は、車両が近隣七カ村にあって49坊の華麗な、同等が立ち並び、日本海国66部の共同とされていたが、戦乱により一社一時となったのだ、と述べている。別途慶高寺中高第12世による、 慶ー寺カテラ優勝覚書小6には、天文の陛下の際、別当時の車窓や道森の坊主はしばらく、死散していたが、喜び高寺と特製寺の車窓が立ち戻ってお務めを、行った、だが後に、特製寺は一向胸に回収してしまった、と記されている。また、社殿によれば、A6 年間に社殿が再建されたとしており、樹大上官由来。 周を広所上調では、喜び高寺の祐王という、僧侶が、お伏せを募って、社殿を復興した、と記している。社殿の再建に関して、ケタ神社別当書、喜び高寺資料では、年代不明の覚書に天文年間に陛下に会うも、本殿は、理災を免れたとあり、本殿は少なくとも天文年間以前に建てられた、ものである、と述べている。天明六年に、 宮永忠俊が表した古志の下草、前述の慶田かでらみ坊の上心及び一宮新館大江氏文書の十大上官由来、周お広所上朝には戦国時代の末期から江戸時代初期までの当神社の状況が書かれている。これらを時系列的に並べると以下のようになる。さらに古志の下草の記述によれば以後も前田家の庇護を受けたとされる。しかし、 慶高寺カデラ未亡の上心によれば、明暦2年に自姉妹を召し上げられて、慶高寺カデラの運営が成り立たなくなり、さらに明暦3年には、住職が死去、未亡を立てなければならない状況になったのだという。その後、元禄の,の頃に、喜び中寺は、中高されることになる。越中国分寺跡の薬師堂に安置されている。 喜び高寺本尊の大日如来の台座には、元の国年の日付とともに、愛禅院弟子、捧ぐ最高者なり喜び高寺第一世、幸春の名が入っており、愛禅院弟子の幸春という僧が、第一世を名乗って、慶高寺を中興したことがわかる。以後、明治に至るまで、幸春を含め13代の住職が別当である、喜び高寺を守った。 伏木一宮桁神社によれば、明治元年国境政策により神仏分離令が出されると、相当は神社へ関与することが禁じられたため、喜び高寺中高第十三世の崩壊は、俗名を名乗り、西都並郡今井する議長の観音寺住職となったとしている。また、崩壊の弟子が、大江氏を名乗って神職となり、喜び高寺は当神社の社務所と大江氏住居を兼ねる。 ようになったという。ここにいたり、喜び高寺は廃絶した。高岡市重官によれば、神仏分離令によって起きた廃仏希釈運動により、当神社本寺仏も喜び高寺本尊も一色他に、国分寺跡の薬師堂に押し込まれ、大きな仏像に至っては中に入らないので雨ざらしの状態にされたのだという。これによって、文化的価値のある貴重な仏像が痛むが、 ままの状態になったことを同書では嘆いている。明治6年8月旧社格制度により県社に列格され、明治40年3月には友新社に指定された。昭和6年室町時代の特質を残しているとして、本殿が国の重要文化財に指定されている。本殿主要社殿の内本殿は三剣社流れづり。木割りが大きく、香料、拳花、手鏡の手法が、 室町時代の特質を残しているとして、国の重要文化財に指定されている。毎年4月18日に、ケタ神社法送会と、春季礼大祭が行われている。ありがとうございます。